中国のフルーツスープスイカのスープフルーツスープとは、果物を主な材料として用いたスープの総称であり、デザートとして扱われる場合もある。冷製のフルーツスープは暑い時に飲むことが多い。その一方で、ノルウェーのフルーツスープは気候に関係なく、飲まれており、いつでも用意できるレーズンやホシプルーンなどのドライフルーツが材料として用いられる。材料には、 ヒルシュバッサーなどの種類や牛乳などの乳製品、塩や甘味料で味付けしたダンプリング、スパイスなどが用いられる。炭火桜を原料としたヒデグメッチレベシュは、ハンガリーをはじめとするヨーロッパの国々にて、親しまれている。グローベルスソッパは、スウェーデンで親しまれているフルーツスープであり、ブルーベリーやリンゴンベリーなどのベリー類に砂糖と水を加えて煮た。 後に冷まして作られる。アボカドスープは、温性または、冷製のフルーツスープである。ココヤシの実や、ココナッツミルクを材料にしたものは、ココナッツスープと呼ばれており、一部の地域における、落差などが該当する。生の炭火桜に砂糖とサワークリームを加えた、冷製スープであるヒデグメッチレベシュは、ハンガリーで誕生して以来、ヨーロッパの国々で、夏の料理として親しまれている。 ワインが加えられる時もある。また、キセリなどの一部のフルーツスープでは、とろみをつけるために片栗粉などが加えられることもある。ブルーベリーのスープ冷製、温泉のフルーツスープは、スカンジナビア半島やバルト三国をはじめとする北欧、東ヨーロッパ、中央ヨーロッパで親しまれている。特に、スカンジナビア半島では、伝統的にフルーツスープが親しまれており、 夏に収穫し乾燥させたフルーツが冬にスープに用いられる。冬場は朝食として飲まれるほか冷製のフルーツスープもある。一方、中東アジアや中央アジア、そして中国においては温泉のフルーツスープが親しまれている。ありがとうございます。